ベイスターズ収益が200億円台に乗ったぽい。 DeNA のスポーツ事業の業績2022年3級 188.3 億円、2023年3級 236.6 億円。これは DeNA のスポーツ事業全体の収益だけど、バスケの収益は昨年度実績22億円弱、J3 の収益は昨年度実績8億円にも満たないことから、ベイスターズ単独で収益が200億円台に乗った可能性が高い。本業が死んでるのが惜しいな。むしろ本業に置き換わっててくさ。お前らみんな DeNA の本業分かってないだろ、投資会社だぞ。DeNA みたいな業態の企業って表面上の赤字も黒字も好きに書き換えられるから、ショートが決算を見ても何もわからないんよね。むしろできるだけ黒字は隠そうとするし、DeNA が球団買うってなった時はここまで真面目に経営するとは予想外やったな。問題は強さがいまいちなこと。軒並み成功してるライブ配信プラットフォームでことごとく失敗してるのすごい。ほんならゲームはどんどん縮小して他にもっとお金使った方がええな。DeNA が今一番力を入れてるのって自動運転技術だろ。将来どうなるかね。すごいな、プロ野球の売り上げ昔は赤字でヒーヒーしとったのにな。巨人人気低下した分他に分散されたのが良かったのかな。むしろ12球団の親会社の中で一番未来があるんじゃね。他の親会社いろいろとあかんやろ。ご視聴ありがとうございました。